今週のゲストはファンドマネージャーサさ,さんは1959年兵庫県生まれ早稲田大学理工学部卒業後オックスフォード大学に留学されインベストメントバンクの勤務を経て2004年に独立2005年ファンド・オブ・ザ・イヤー受賞2014年からはミャンマー・レストレーション・ファンドを運営されていらっしゃいます。 ふさ、えー、さんの現在の、えー、肩書きは、えー、ファンドマネージャー投資家なんですけど1980年代には日本人としてロンドン初の M&A アドバイザーになられていますまずはふささんあの最近んとかな経済新聞でよく出てきてる M&A これは会社を売ったり買ったりする、えー、特にです、ね、あの経営権が関わっている買収とか、えー、売却というのがです、ね、このエマンデーというふうにいわれているものです。 まあなんかい一気に日本がグローバルなあの企業にならなきゃいけないっつって、あの日本の企業が海外に出ていくときに、まあ、時間をお金で買うみたいな説明なんですけれども、M&A の,の,、ねねの,えー、のアドバイザーというのは、これはですね、今言われている現代的な M&A のアドバイザーというのは、もともと敵対的なあの買収がです、ね、1958年から1959年に。 イギリスで行われましてそれでですねあのこのアドバイザーという業務が成り立つようになりましたで基本的にはですねあの日本でもう今言われているようにその敵対的買収が悪いんじゃないかというふうなですねイメージがあるんですが実際にはですね資本主義の中では株主が会社の持ち主であるから株主が売りたいと 思うものはですね、これはいいという、あの、原則ですね。原理原則に基づいてやられたのが。その千九百五十八年から五十九年に渡ってやられたものなんですが。そこでですね、巨大な、えー、要はアドバイザーが利益を得て。それからですね、ビジネスとしてな、なり立つようになったと。それがですね、もともとの起源でございます。それで、うささんはそのキャリアを、えー、まあ。 オークソードで留学してたせせいかかかどどうか分かりませんけど日本で始めなくてロンドンで始めるきっかけというのはどういう経緯だったんですかこれはこれはオックソードの大学に留学している間にですね、えー、オックソード大学のあ卒業生で私のことを外から指導していらっしゃっているプロフェッサー・ポーテスという方が25年来の親友にですね私の,あの小論文をです、ね、何通か見せたら。 この人間をぜひ自分の会社に欲しいと言われて、要はあの学生の間にスカウトされちゃったんです、そうなんですよ、はあ、でそれで,ですね何でもやらせてやるって言われたんで、はあ、周りの人間に何人がいいと思うって聞いたら、それはもう M&A のアドバイザーしかないだろうって言われて、はあ、普通はやらせてもらえないよって言われたんですけど、はあ、それをやらせてくれるっていうので、あじゃあ、これ学生やってる場合じゃないなということで、はあ、M&A を始めたと、それだけの話ですね。はあ でもまず不思議なのはその早稲田大学で理工学部を卒業した人が。 ななんんでそんなオクこれはですね、オックソード大学に留学するときには、オックソード大学だけじゃなくて、ケンブリッジあるいはロンドン大学に願書を出したんですが、うん、その中でオックソード大学はです、ね、経済学部の大学院生に最初からしてくれるというオファーがあったので、うん、それからです、ね、理工学部から経済に実は変更してたんですね。はい、でそのののの経済の中でもです、ねえー、その為替の理論というのを 勉強してましててまその間にこうネットワークが広がりその中の論文を見た先生がですねあこれはぜひこれいつは金融マンに向いているというふうなことで向こうからアプローチがあったので、うん、自分からでもともと金融に入ろうとは思ってませんでした、うん、そうするとあれですねなんか早稲田大学時代は何も勉強してなかったですか <laughs> おっしゃる通り小野さんおっしゃる通り<え>それはもうね、ま、早稲田大学時代だけじゃなくて、はいま、中学の頃からほとんど勉強してませんでした、はい <laughs> 運命ってのは不思議なもんですねそれだけ出来の悪い房さんが今やオックスフォード大学を出てねアン・サン・スー・チーさんとの数奇な運命を迎えるわけですけど房、まあ、さんは1984年当時のオックスフォード市に、えー、まあ学業のために住み出すわけですけど、えー、留学ですね、はい、でそそののさんんなでその 大江さんが数値の家に出会うわけですかこれは、まあ、これも全くの偶然なんですが、えー、1982年に早稲田卒業してすぐオックスフォードにまず行ってですねその願書を用意している時に日産インスティュートという研究所日本の研究所というのが日産が寄付をしたところにですね私が日経新聞を読みに行ってたと、はい、その時にですねほか、えー、にまだ誰もいなかったんだと思うんですけども アンサンサスチそれがですねもともとの出会いでそれからしばらくしてです、ね、今度2年後に今度は道で,です、ね、偶然に会った時にアンサン・スー・チーが私の名前を覚えていて声をかけてきていて「自分の、えー、一番上の部屋がです、ねえー、に下宿人を置こうと思うと」と、はあ「下宿人第一号にならない」っていうふうに声をかけられてその時にカレジにはです、ね、最初の2年しか入れないものでしたからあ3年目からはどっか探さないといけないなと思ってたんでちょうどいいなと。 思っ当時そのアンサン・スー・ジーさんの家っていうのは彼女は一人で住んでたんですかそれとも家族はもういたんですかあもちろん家族が、えー、いらっしゃいましてご主人が、えー、当時はですねウルフソン・カレッジというカレッジの先生をなさっていてブータンをはじめとしてですね家だんあれですかフサ、えー、さんが勉強して帰ってくるとあの下宿のおばさんとしては。 なんか飯でも作ってくれたんですかね。いやあの飯はですね、カレッジに住まなくてもですね、大体あのみんなあの三食カレッジで出るので、カレッジに食べに行くんですね。<ー>ただし、その下宿をしている先なので、当然そのアンサン数値不採はですね、えー、まあ仲良くしてくれるわけなので、まあ何ヶ月かに一回ですね、あの食事をどうっていうふうに呼ばれるというふうなですね<ー>状況ではありました。はい、まあそのふささんが下宿された四年後に。 その下宿の、えー、まあそのお母さんが、えー、なんと五十万人の民衆がいる広場で、えーえー、もう当時はミャンマーなんですかねビルマなんですか、ね、ビルマですね当時はビルマですよねま,まだですね、うん、えっとそれはまああのいろいろあのどこで浸透するかによるんですけども。はい 私が、えー、とですから、えー、下宿にいたのは1985年の、はいえー、夏までですから、<ー>3年後ですね、にまあ、50年50人、万人もです、ね、前に、そんなスピーチをするとは全く思いもしませんでした、ねまあ、それで、えー、房さんはオックスフォードの学生からもう早く就職して、そのまま就職し、金融界で活躍している間、アン・サン・スー・チーさんは、東国、南京の,、えー、その繰り返しに会い えー、この時代はふ田さん、どういう思いで彼女のことを見てらっしゃったんでもともとですね、その1988年の8月に、あるいは9月かな、彼女がその大スピーチをしたなんていうことさえ、ですねまずあのニュースになることはなかったので、ほとんど最初は知らなかったんです、うん、それから、ま、インターネットもまだ普及してませんしね、はい、ところがですね、えー、っとやっぱりだんだんそういうことが聞こえてきて。 で千九百九十二年の六、えー、月二十日に私はそのオックスフォードの母校の クラッシュチャーチというところの,かあのチャペルがです、ね、オックスフォードの大聖堂でもあるので、はい、そこで,です、ねあの、要は結婚式を挙げさせてもらえる、はい、ということになったんですね。はい、これは私の妻が最初にあのロンドンで、えー、勤めておりまして、彼女がです、ねはい、いろいろ交渉してくれて、はい、卒業生でも普通はで,す、ねまあ、できないチャペルを使わせてもらうとなったので、はいではい、1992年の6月にオックスフォードに行きました、はい、その前後にです、ね、そのアンサン・スー・チーが自宅軟禁を受けており、はい、その前に、えー、あ,のあれですね、ノーベル平和賞を 取ったりして有名になったので、うんうん、私がですねちょっと記憶は定かじゃないんですけど、えー、ほとんど全部知ったのはやっぱりあのノーベル賞を取る前後にですねすべ、はいうん、ての情報があの入ってきたんだと思います。はあ、J. ウェイ、ロハストそれでふたさんは、えー、そこから数知ーーさんにお会いになる間に何年ぐらいの あの期間があったんでですすか結局アン・サン・スー・チーさんと最後に会ったのが1985年の夏ですから、はい、それでその次に会ったのが2012年の2月、<ー> 2> ですから27年たった後ですね<ー>で、その間は何が起こっていたかというと、そのえー、亡くなった旦那さんがです、ね、マイケル・アリスが1992年からしょっちゅうです、ね、連絡を取るようになったと、で彼女の状況を事、ねえーえー、細かく教えてくれたと。 結局あのマイケルはですね、えー、1999年に亡くなるまではあのアン・サン・ス地チーがどうやったらその自宅難禁が解けてどうやったらリーダー的なポジションに立てるかあるいはどうやったらですねミャンマーを本当に民主化できるかっていうことにずっとですね、えー、24時間365日費やしてたんで結局ですねその要はお手伝いをある程度あのするというふうなですね状況になりました。 もう本当に驚くべき裏話というか真実が房さんの口から語られてるんですけど字が、まあ、自,自賛なんですけどこの度それがですね見事な一冊の本になって房さん結局房さんが自分で書いちゃったんだよねまあ小倉さんに言われて三3月18日にアンサン・スー・チとミャンマーということで、えー、気楽者から出ることになりましたでも房さんあのあれですかこのその数奇な彼女との出会いを まあいつの日か本にして出したいなとは思ってたんですかいや、小黒さんに言われるまで <laughs> な,な,ないですよ、まず自分が本出すっていうことが、まずびっくりですね、はい、本当にねあそうですか、うん、でもあれですよね、そのまずは、えーまあ、長い間、軍事政権が続いてきたミャンマーですけど、まあ、アン・サン・スー・チーさんがこれからいよいよ民主化に向けてリーダーシップを取っていくと思うんですが、あのふさん、ご自身がミャンマー行かれたのは何年前なんですか,ですから、2012年の2月が最初です。 それまで本当にあのどこにあるかも分かってなかなた。それ、はい、で行かれた時は、なんか目的ははっきりあったんですかこれは、それはですね、うんはい、2011年の夏に、アン・サン・スー・チーさんと、それからテイ・ン・セイン大統領が、えー、その会合をして、でその会合の結果、すごくうまくいったっていうニュースはですね、 ああのの話を聞いたんですねあのすねぐ後に、うん、それで、ですねあのもう要は本当にこれがビルマのあのすごい時代になるんじゃないかというふうに言う人間が周りにいて、これは行かなきゃいけないなというふうに、うん、あの思ったのが2011年の9月。はい でそれからです、ね、あのその時は、今のえミャンマー中心のファンドじゃなくてです、ね、普通の,あの、えー、日本への投資とか、そういうふうなです、ね、あるいは、えー、上場会社への投資とかやってましたんで、そちらの方でちょっと忙しかったので、うん、実際にじ時間ができるのが。うん えー、いつ頃からなんだろうなと思いながらいたら、11月の終わりに、ですね、えー、ヒ,ラヒラリー・クリントンがアンサー通信に会いに行くというニュースが出で、それはこのままじゃいかんと思って、ですね、うん、彼女がヒラリー・クリントンがミャンマーに行くというふうに言った時点で、自分のスケジュールで2週間ぐらい空いてるところを見たら、うん、その次の年の2月だったんで、そこで行くことにしたと、それだけのことです。はあ じゃあ,その時はあれですかな、なんかあんまり作戦立てずに、まずは現場を見ようということで、どのくらい行かれたんですかえっとまずです、ね、えー、全く作戦は今みたいな作戦はなく、基本的にはです、ねあのえー、先進国の株に対して、上場株に対してのです、ねまあ、信頼感がかなりなくなっていて、うん、基本的にはです、ね、長期的に見ると、全部です、ね、先進国の株は上がっているように見えるかもしれないけど、そういうふうな新興、ね、国、まあ、フロンティアマーケットのですね、はい 経済のこれからの伸び具合からすると、はい、10年、20年、30年のスパンで見たら、ですね、うん、こういうふうな新国国、ミャンマーの方が面白いのかなというふうな漠然としたですね意識だけがありましたまあこういうこれからの国はね、まあ房さんが言ってましたけど、これ、明治維新の鎖国に見えたってねんそうなんですこれはですねあの、行ってすぐ最初にあの匂いとして感じたのは、確かに今、鎖国が終わったばっかりですごい活気があるから、明治維新の頃って日本もこうだったのかなっていうふうにですね、 もうすぐヤンゴン空港降りてもういっぱい車がいる中人がいっぱい上をいる中でですねそれを感じで実際その中でですねそこから、えー、田舎の方に行ったりするときにですねその都会と田舎の差などを見てですねあこれはもう明治維新に間違いだな,なというふうに確信を持ちました、うん、それでまあこのはは初めての、まあ、ファンドマネージャーとして訪れた房さんが。 じゃあ、ミャンマーで投資しようと思った案件は、もう最初の調査で決まったんですかまあ最初に2月行ったときは、手探り状態でしたけど、まあ、明,明治維新であれば、ですね、まあ、きっといろんなものができるんじゃないかと。 思い例えば最初に、えー、いろんな人と話をして面白そうなんだなと思ったのはやっぱりインフラ関係が必要なので、うん、セメント工場一緒にやらないかっていう,う話があったり、はい、あとゴムですねゴムっていうのは昔からあのミャンマーすごく強かったんでそれから飼育材とか、うん、まあ要はミャンマーで。 昔から強いものに対して、ですねあるいは当たり前の話として水、水の,あの商売とかです、ね、これも彼らは水道がないので、水は全部ペットボトルなんですね、大きなペットボトルなんですけど、あ<ー>まあそんなことがですね2月の段階で言われて、うん、それから、ですね、まあ、だから最初はあの何しようかっていうのは、非常に、うん、あの前広にいろいろ調べることにしたと、はい、そこからすぐまた、あ、3月に戻り、4月に戻り、うん、で5月の間の3月、3か月の間にはですね、まあ、結局、あの 日本でもそうなんですけども、30業種にこう大体みんなの業種って分かれてるんですけど、それをですねまあほとんど全部見た結果、ですねミャンマーの場合は農業と水産業が一番この手っ取り早く国をですね再建できるんじゃないかというようなことで、そこに集中することにしました。社会投資ですねこれはま,あまさにに本当に それで一番最初に、えー、スタートされたのが精米場そうです今、えー、建設中で4月に完成予定の、はいえー、バゴーというところにある精米場なんですがこれはですねもともと、えー、政府が長年やっていた精米場をんですかねもう精米場をやめて。 えー、真っ平らにしたところでわれわれのジョイントベンチャーパートナーが持ってったところなんですが、これはですね非常に日本という借りがありまして、日本が戦後にですね、えー、あの物資がなかったとき、うん、海外からいろんなものをです、ね、送ってもらったときに、ミャンマーからはですね当時、ミャンマーのお米、ビルマ米が世界で一番高級だったんですが、すビルマからのですねその輸出の拠点になったのが、もともとそこにあった精米所、は<ー>そこがですね日本の戦後の時代に米がなかったとき、日本に信じた時だったんで、日本にまずそこからですね、うん、輸出。 そこに今、われわれはまたあの新しいものを作ろうとしている、はあ、そういうことです、ね、そのあれですか、その精米所っていうことは、まあまあ、周辺でできたお米をまあ精米して、みんなで食べたんですか、それとも輸出を考えてるんですか、うん、僕らがです、ね、最初にあの投資をしようと言って、まだ全部ですね、輸出です、うん、これはですね、あのまあ、明治維新のときをあの、えー、考えていただければです、ね、想像できるように。岩崎や太郎 岩崎太郎もそうですが、はい、最初にですねまず海外の資本材をですね持ってこないとノウハウを持ってこないと、はいはい、国って伸びないわけですね、はい、逆に持ってくればですねものすごく簡単に伸びるんですよ、うんはい、であの今あの岩崎太郎という話がありましたけれども基本的にはですねもともと製鉄所の、えー、ノウハウはオランダからあの持ってきていた日本にですね、はい、世界で最大のですね最高の,あの、えー、船 を作る技術はイギリスにあったんですが、はい、そこをですね、長崎も製鉄所、もともと製鉄所。うん、そこの一部が長崎造船所になったんですが、うん、船の技術とあ、あの、合わせてやるときに。うん、その資本材はイギリスから輸入してこざるを得ないわけですよ。と、うん、いうことは、その時はですね、イギリスポンドが必要なんですね。うん、ミャンマーも同じで、うん、今何をですね、やろうにも。 海外外のの資本が必要なので外貨が必要要ななでで貨、うんすということは我々がミャンマーで作ったものを輸出をして外貨を稼いであげないと全体の,です、ね、あのとんでもない明治維新のようなです、ねうん、スピードの開発はできないんじゃないかということで最初は輸出産業に投資をすることをしたのでセメントとかですね内需中心のものはですねまず何もやらないということになります。 そうするとあれですかその精米所で精米する機械も外国製品をまずは入れてやるんですかですこ,れこれはですね、うん、あのやはりあの日本のですね広島にある佐竹っていうのが世界でナンバーワンなんですが、うん、我々はあのそれと,、まあ、ほ,とほぼ同じぐらいの性能を持ってるスイスのブーラーというものと、うんうん、それから佐竹のですね一部、うん、あのソータというのがあるんですよ、うん、それを組み合わせたものにして基本的にはですね投資の額を安くしていると、うん、最初ですから。 ロハーストーでもあれですかその明治維新だと目をつけたフサ、えー、さんから見てあのミャンマーの岩崎弥太郎みたいな若者はいたんですかいたんですねああ発見したこれはですね <laughs>、はい、最初に、えー、これは闘争するときにあのこれは明治維新と思ったらやっぱり岩崎弥太郎が必要だというふうなことからですね、うん、最初の2週間で、えーえー、実際にはですね10日ぐらいかな。 の間にですね私がそのアン暗ン・数値のところに、下宿してたということを人に伝えておいたら、うん、それが珍しくて会いに来る人間がですね何組いたわけですよ、<ー>そこでですねもうきっとですね80組から100組、100組以上の人間とは会ったので、5月までにはですねビジネスマンだけでもです、ね、200組以上の人間だってったわけですねね面白いねでそれは結局、ですねもうほとんど今、ミャンマーを動かしている人たちと全員、ほとんどですね、うん、まあ、まあ過半座ってるわけですよ。うん じゃあもう軍と結託くるんでるやつもいれば、もちろんそうじゃない、西軍の志の人もいれば、そうですうです,ですどっちから選んだんですからんそれがですね、アン・サン・スー・チーがやっぱりミャンマーを作る時の国づくりのためですから、うん、やはり今までですねいろんな海外とやり取りをしている、ほとんどが軍関係の企業だったんですが、うんうん、そこ。 と組むよりはお金のないですねえその岩崎弥太郎のようにどっかあの田舎から出てきてですねその学生起業家みたいなものがいいと思って最初のですね岩崎弥太郎はもともと学生起業家でえ2000年には2000ドルしかなかったと20万円ですね34歳の今で34歳当時は31歳の男を選びました。 まあ、その精米所もいよいよ、えー、稼働するらしいんですけど、まあ、そ,その他にもいろんな、まあ、プランがあると思うんですけどあのアン・サン・スー・チンさんはそのことをスタさんの活動をもうご存知なんですかとです、ねえー、2012年の 5月に、えー、彼女のヤンゴンの家にあの1回だけ呼ばれたことがあり、それがその2012年の5月なんですが、そこの時にかなり時間をいただきましてです、ね、一対一の話ができ、でその時にですに、ね、要は30種の産業を分析した結果、農業と水産業に投資をしようということは言ってます、で水産業というのはどういうことかというと、養殖業なんですが、その時にはです、ねえー、何をするかは分かりませんでした、ただし分析した結果です、ね、ミャンマーにはきれいなです、ね、2000キロの海岸線があります。 特にです、ね、これはあのベンガル湾というのとアンダマン海というのと、2つの海に面してるんですが、アンダマン海の方がですが、ね、これはものすごい水がきれいなんです、<ー>これは結局です、ねあのえー、沖縄みたいなもんなんですね工場がない工場もないし、それからあの潮の流れが早いんです、<ー>ですからそこで大で体、ね、海岸線沿いに2000以上のです、ね、池がこうあり、うん、そこでエビ、えー、の養殖をしてるんですが。はい そのエビの養殖っていうのはこれですね、環境破壊が激しいんです。そうですね。で、アンサン数値は環境を破壊しないような二十一世紀型のですね、国作りをしたいと言ってるので、その時にですね、じゃあその公害が出ないような、うんうん、害が出ないようなそういうですね養殖システムを。 見つけようというふうなことで、それから探し始めたということなんで、<ー>彼女は今は知ってます、今は私がですね、うん、そういうシステムを見つけて、彼女が政権を取った4年半の間に、ぜひですねその、えー、システムを取り入れて、うん、公害が出ない形の養殖をですねと農業をやってほしいそ,そ,それ海産物って何ででですすすかそれ最初はは<ビ>はエエビビねあの で赤道に近いところでしか、あるいは水がもともときれいなところでしかできないんですが、うん、完全陸上養殖というシステムをです、ね、世界で初めて作り上げた、まあ、そのあのイーロン・マスクのです、ね、水産版みたいな人間がアメリカにいるんですが、うんはい、その人間が開発したものを、今はテキサスしかないんですが、これをミャンマーに持っていきたいと思ってます、うん、すごいね、まあ、福田さん、これであれですか、その歴史的な日、多分四4月の頭だと思うんですけど、あの現場には行かれるわけですか。うん、一応ですねあの 3月24日から4月1日まではミャンマー入りするつもりでいます、うん、おじゃあ、あれですね、次はいよいよその歴史的なあの体験をしたちょっと房さんに、まあ、めったに見れないとこですもんね、新しい国づくりなんてねいや、それがね、はい、一番やりがいがあります、えー、でも羨ましいな僕なんかアフリカかかって30年、何にも輝かしい出会いは <laughs> なかったですけど、やっぱりアジアの人の方が可能性ありますかね。いや